はい、ユースト入って、はい、じゃあちょっと入れてください。エリカさん。はい、エリカさん。はい、ユーストリーム、そして YouTube ご覧の皆さん、こんにちは。ですね、まもなくスタートでございますが、まだでもまだ1分以上あるじゃないですか、どうぞ、ね。はい、どうぞ、エリカさん、大丈夫ですよ。はい、はい、流れで、はい。あともうちょっとでスタートで、もう、あれです、動画配信は始まってます。あ、大城さん、お久しぶりです。お元気。あ、もうよく覚えてる。ね、よかった、よかった、よかった。はい、もう大丈夫です。流れに乗ってくれればいい、はい、大丈夫なんで、よろしくお願いします。はい。はい。じゃあ、まもなく、こちら本番の方スタートしますが、動画配信の方、申し訳ないんですが、音声の方が、音声は流れてるんですが、音楽が、著作権法の関係でちょっと聞けません。ですから、もし今日はね、エリカさんっていうね、あの結構、東京でもメジャーになってきてる、ね、方いらっしゃいますから、聞きたい方は、サイマルラジオで聞いていただければ、音楽も全部入っておりますので、よろしくお願いします。動画の方ですね。それでは、まもなくですね、スタートで、あと20秒あるね、大丈夫ですね。はい、合ってますよね、これでね。はい、はい、そうですね。はい、山梨県出身。はい、はい、そう、よろしくお願いします、はい、エリカです。はい、もう、はい、大丈夫です。よろしくお願いします。なんかさっき喋りすぎて結構喋ってたかなと思って。あ、聞いていただきました。はい、聞いてました。はい、スタートします。はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、12月の2日の金曜日、再放送が12月の3日の土曜日の15時ということで、まずは気になる週末のお天気、三山さん、お願いします。はい、本日のお天気ですが、沖縄本島地方北東の風、やや強く曇り、昼過ぎ晴れ、はい、日中の最高気温は24度となっております。これから晴れる。はい。はい、うん、そして明日のお天気なんですが、北東の風やや強く、あと東の風曇り、日中の最高気温は26度、最低気温は20度となっております。はい、雨降らないのね明日。そうですね、曇りとなっております。降水確率でも結構高いけど、まあ、そうわかりました。はい、はい、そして明後日のお天気なんですけれども、はい、明後日は、曇りのち晴れということで、はい、東の風あと北東の風曇り時々晴れということですね。日中の最高気温が、なんとかな、少々お待ちください。はい、はい、日中の最高気温が26度、26、はい、で最低気温が21度となっておりまして、はい、まあ、例年よりちょっとね、まだまだ暖かいかなと、はい、日曜日はほら那覇マラソンじゃないですか。そうですね、はい、ですからやっぱりあれであんまり暑すぎてもね、やっぱり選手の方、ランナーの方、完走率が下がってしまうということだと思います。はい、一応ですね、週間の天気なんですが、12月の2日から、8日までということで、向こう1週間は気圧の谷や湿った空気の影響で曇りの日がやっぱり多いということですね。期間の初めは雨が降るところはありましょうということで、今日は先島諸島っていうと、石垣島とか宮古島のこと先島っていうんですね。あと離島っていうと、ここら辺の周りにある小さい島のことを言うんですけども、先島諸島では北風が強まり、海上はしける見込みでございます。最高気温最低気温ともに平年より高いということで、なんかいつの間にかに皆さんなんか長袖が多くなってきてるんですが。そうですね、だって温度暑いままなのにみんなきついんじゃないのね。ちゃんとオブリーさん、あれ、でも僕はそのままでいたら周り見たらみんな来てるからやばいなと思ってね。なんかね、今年でもね、長袖のかりゆしが売れてるそうです。かりゆしって知ってます、エリカさん。はい、かりゆし58層は知ってます。あ、違う、洋服で、はい、あのこういうですね、アロハシャツみたいなの、はい、これかりゆしって言うんですよ。そうなんですか。そうなんです。それで、これ普通は11月かな、長くても、うんうん、あの移行期間で本当は12月はあまり着ないんですけど、温度が全然変わってないんですよ。20度切ったら僕は長袖のかりゆしがあったりとかなんとかっていうことなんですけれども、皆さんもう今だからこの暑い中、あのジャケット着てネクタイ締めてって、もうネクタイ締めて暑いじゃないですか、うんうん、ね、だから沖縄はこれがいられるから僕は沖縄に越してきたんで、ね、できるだけもうネクタイ回らないんですよ、首が太いから。あのデビューのネクタイあるんですよ、長いの、ちゃんと、うん、売ってます、売ってます、長いの、あの沖縄だとホーエルっていうとこ行くと普通より長いのありますけどもね。はい、そんな話じゃなかったんですけれども、はい、ところで昨日流行語大賞、はい、決まりましたね。はい、わかります。何が大賞になったかって、はい、言って。はい、はい、正解はカミッテルです。カミッテルって知ってる？
なんか広島の東洋カープが、はい、ね、今年優勝になったじゃないですか、はい、でその時になんかそこら辺であのみんなかびってるっていうのが出てきたっていうことで、 あとトップ10の中にはこれゲスの不倫とか入ってますね。トランプ現象とか、あとピコ太郎も入ってますね。 あと保育園落ちた日本史ねとか、はい、あと僕のアモーレなんていう言葉も入ってますね。あ、はい、あとポケモン GO とかですね、はい、いろいろ入ってますけれどもね。あとマイナス金利とか、あと森戸だな、あの豊見のね、こういうのが入ってるみたいなんですが、はいはい、ちなみにあのオドさん、あの、はいはい、ブルシルの偉い方なんですけどこの人はい、昨年の大賞って覚えてます？何でしたっけ？トリプルスリー、あと爆買いなんていうのが入ってました。あ、爆買い覚えてる。そうそう、やっぱり覚えてますね、はい、いいですね。で14年2年前は、うん、これは14年っもうね、うん、とっくに消えちゃったんですけど、ダメよダメダメって、 あのエリクテル、はいはい、エリクね、とか、あと集団的自衛権とか、あとその前だと、もう1年前だと今でしょとかおもてなしとかジェジェとか倍返しとか言って、でもっと前はもう完全に消えてるワイルドだろうというやつが入ってるみたいな感じで、だいたいこれでわかるんですが、流行語だから今年もう来年には忘れられてる可能性も十分高いというようなことでございます。ということで、ちょっと今日出だし、今日ゲストが2人いるのやばいですよね。早めに進めないといけないと思います。はい、そろそろですね、私の方も忙しさが増してまして、はい、今週は体重が、なんと120代に戻りました。はい、ずっと130キロ台をずっと超えて、このままだと死ぬんじゃないかと言われたんですが、やっぱり忙しいと下がりますね。揚げ物買う時間がなくなっちゃったんです、いつも僕はあの閉店の東京でとかなんかでも、スーパーとか閉店の前に半額になります、半額、そこばかり狙ってます。あ、やっぱり狙ってるそうなの。そこで爆買いするんですか？爆買いするんです、あの半額でもあの普通の定価でも必ず1000円分は買うんで、はい、半額だと揚げ物2000分ってものすごい量ですよ、これを食べたら太っちゃったっていうパターンなんですね。これまずいですよね、はい、ということで、沖縄移住、私は14年目でございます、長いですね、はい、そうです。株式会社青葉沖縄しまないちゃオムリンこと小村慎一郎と、こんにちは。12月は何かとお酒が飲める時期ですね、はい、はい、そうです、はい、お酒大好きな宮間です、よろしくお願いします。女優なんですよ、女優飲めるほどでもないんです。女優さんでお酒飲めるってもう最高じゃないですか。最高ですね、いいですね、いいですね、テンションがいいですね、すごくということで、ね、はい、あの聞き苦しい点、そしてお見苦しい体もあるかと思いますがダイヤルを回さずに55分間最後までお付き合いください。お願いします、さてこの番組どんな番組かというと、一応ですね、はい、これ私ども、あの私がやってるのが青葉沖縄って言いまして、はい、これあの沖縄ガイドブックヤサっていうの結構空港とかあちこちに置いてあるんですが、一応こちらの方を作ったりなんかして、この中にもラジオも載ってるし、あとこんなのとかそんなのも細かく載ってるんですが、これ観光客のお客さん皆さん地図見ながらこれであちこち行っちゃうっていうようなやつなんですけれども、はい、そうなんです。それでですね、一応こちらの方の、紹介もするのか、あ、そうかそうか、順番がなんかおかしくなっちゃってるな、はい、一応この中にですね、ちょっと一個だけ、紹介したいのがありまして、アグーの隠れ家さんっていうのが北谷町にあるんですけれども、アグーって知ってます？アグー豚、あ、わかる、はい、そうそうそう、今は最近なんか混ぜ混ぜになっちゃってるっていうのも結構あるんですけれども、一応ですね、ここ在来種のアグー豚を中心に入れてるですね、焼きしゃぶ、今流行ってるんですか、なんか薄いやつをしゃぶしゃぶ、焼きしゃぶと、あと普通のしゃぶしゃぶと、あとせいろ蒸しをやってるお店なんですね。そうです、だから一応ですね、恩納村と、あとこれ、北谷町に3つの店舗を持ちます。あと食べ放題のお店も別に持ってるっていうことなんで、一応こちら食べ放題2500円で恩納村というと、なかなか恩納村って高いんですよ、だから25で食べられたらいいなっていうような感じなんで、ぜひともこちらもよろしくお願いしたいと思います。ということで、何忘れたかって言ったら、ゲストの紹介忘れてましたね私ね大変失礼しました。だから今どうしよう、もう持っちゃったけどどうしようかと思ったんですが、はい、今日の番組内容ですが、オープニングの後 CM を挟んで、今週の気になる記事、今日は何の日を、多分ちょこっとしかできないね、うん、はい、あと宮間の今週のイベントコーナー、そして今週はね、でもね、那覇マラソンで結構圧倒されちゃってるんですよ、で、そうです、でもその前の日にちょっと宣伝、でもあさってって、ライブもあるんじゃないですか。あさってはそうです、イオンホールの、はい、ライカム、ライカムでやります。そうですね、はい、まだ紹介してなかったですね、ごめんなさい。ということで、いろいろあるんですけど、イベントコーナーねもあります。そして今週のゲストコーナーということで、今週はなんとかダブルゲストということで、まずパート1ということで、ね、月初め毎月恒例で
ブルーシートアイスクリームって知ってます？知らない。知らないって。ブルーシートアイスクリーム。ブルーシート。あ、いいね、うまいね、いいね、ブルーシート。そう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 。ブルーシート？ブルーシールって言って。はい、結構ね、アメリカ生まれの沖縄育ちで、やっぱり沖縄で一番のアイスクリーム屋さん。行きたい。そうですよ、ぜひ今日もちょっと食べられますから、ちゃんと食べて。よかったですよね。今日はいいゲストさんと一緒ですね。はい。そう、マーケティング部。で、商品企画かじゃなくて何か企画推進課だよね、はい、そうか前の人もいたからな、そうです、ね、ということで、小戸ありささんです、はい、お久しぶりでございます。なんか最近テレビにも出られて沖縄本屋なんかで三河健一郎とちょこちょこじゃないみたいですね結構一回テレビ出ちゃうとこれ癖になってもうやめられなくなってあちこち出るようになります。でも、ね、会社のためです、いいことです、はい、そうです、よろしくお願いします。そして、まあ今忙しい時期ですからね、アイスクリームとかね、クリスマスケーキもね、はい、やっぱりあるし、一年の中で一番結構売れる時期じゃないですか。夏の次ですね。ですよね、はい、まあそれは夏が一番売れますけれどもね、はい、そうです、はい。で、まあ詳しくはまた後でということで、はい、そしてパート2が、はい、国歌のカリスマガール、なんか今日喋りすぎてカリスマ力がちょっと弱くなっちゃってるじゃないですか。やばいですね。なんか不安の方が、はい、女子高生とか女子が多いっていうことね。そうですね、女子中高生がすごく多いです。なんかでも演歌歌ったらうまそうですけどね。あ、演歌もすごい好きで、いけそうですね、はい、演歌も好きです。はい、ということで自己紹介してみてください。はい、シンガーソングライターのエリカです、よろしくお願いします。はい、シンガーソングライターってことは自分で作詞作曲、なんか僕 iTunes とか見たら、はい、たくさんあったんですが、あれ全部自分で作ったの？プロデューサーが作曲家なので、はい、作曲家出会った人っていうのね、なんだったっけ、なんとか昨日インターネットで見たら、はい、誰かの出会いがあってその人にみんな作ってもらってるって、そういうわけではないの？オーディションで、はい、アイウィッシュっていう、そうそうそう、書いてあった、はい、書いてあった、元キーボードのナオっていう、そう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 、それが書いてあったんですけど、彼が作曲家なので彼の曲も確か作詞して作ったりもしますけど、半分半分くらいですかね。すごいね、たくさん能力をお持ちなんですね。すごいすごい、なんか秘密の県民賞のなんかエンディングテーマ、今テーマソングですね、はい、すごいじゃないですか。やばい、こういう売れっ子がこういう地方の曲来ちゃっていいんですか？大丈夫ですか？あ、一応聞いてる人はいるんですよ。いや、そんなとんでもないです、はい、ということでお楽しみにということで、なんか余計な話って全然あれだったんですね。やばいですね、まあ、やばい時間がですね。はい、ということで、まあ、あんまり細かいもうアグーの隠れが言った、じゃあこの、ね、あと、はい、このヤサの置いてある場所ですね、このガイドブックの、ね、これ宮間さんちょっとうちの会社の仕事をやんなきゃいけないんで、はい、はい、北谷町ですとビーチタワーホテル、ベッセルホテル、ヒルトンホテル、テラスガーデン、ヒルトンホテル、テラスガーデンホテル、ホテルモンパ、ホテルハンビーリゾート、ホテルアメリカン、宜野湾市ではラグナガーデンホテル、ホテルフェストーネ、ホテルムーンオーシャン、またスタジオすぐ近くカーニバルパーク、サテライトスタジオですね、はい、の方では、カーニバルパーク1階、ドラゴンパレス1階で受け取れます、はい、那覇空港ではコンベンションビューローカウンター、旅行総合案内所、 LCC ターミナル売店専用スタンド、那覇市内ではユイレール各駅、レンタカー営業所30カ所、60ホテル、沖縄本島全域のホテル、道の駅などで手に入れられます。はい、あとですね、こちらの方なんですが、まあ、ラジオ聞いていただいている方いろいろいると思うんですけども、もう今このラジオ自体はそんなにですね、20キロワットかな、なんかであんまり遠くまで飛ばないんですよ。でも那覇でも聞こえるんですけどもね、あんまり飛ばしちゃいけないことになってるんで、飛んでないんですが、その代わりに皆さん、ユーストリームというのと、あと YouTube にもこれ流れてます。あら、そうですよ、だからやばいですね。いや大丈夫、ここまで喋っちゃったから今更大丈夫だから、イメージ作んなくて大丈夫ですから。あ、大丈夫大丈夫大丈夫ということで見てくださいねということと、あと一応ですね、今日ねバタバタしてると思いますが、メールも受け付けております。はい、メールアドレスお願いします。ぜひぜひお待ちしております。メールアドレスですが、はい、fm792@fm-nirai.jp fm792@fm-nirai.jp です。はい、ということで皆さんメールの方もお待ちしております。ぜひエリカさんのファンもいらっしゃると思うので、はい、ぜひともねいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、沖縄情報番組オムリンとミヤマーの野菜さんアンテナ。この番組は
沖縄料理チヌマン、チヌマン別邸、女サンセットモール、うまいもんやキューベ、ギョギョマン、海の幸、昔々でおなじみチヌマングループ、沖縄フードディスカウントサービス、 ABC レンタカー、 ABC 空港パーキング、 ABC 旅行センター、日本そばダイニング、上昇釜、ワンコイン酒屋、バル牧師2丁目でおなじみ株式会社 ABC サービス、チムグクルでおもてなし、ホテルユガフイン沖縄、ホテルマハイナウェルネスリゾート、ユガフインビセでおなじみ前田産業ホテルズのご協賛ありがとうございます。はい、フリーペーパー沖縄ガイドブックやさを発行しております株式会社青葉沖縄の提供でお送りいたします。それではここで一旦 CM です。はい、もうここの次のコーナーは一回飛ばそう、これ気になるじゃないと時間が多分できない。やばいやばいやばい、すいません、曲なんですけども、1曲目がさよならの告白っていう曲を、あれこの前出したやつ、はい、そうです、あ知ってる、あいいですよ、全然いいです、これ指示で大丈夫です、はい、はい、大丈夫です。読谷はそれを頭にしてます、僕ちゃんと iTunes で買ったから、あ、はい、先にもう CD に組んであるから、いいでしょそれで、ありがとうございます、愛はあるよちゃんと、ありがとうございます、ね、はい、嬉しい、アイスクリーム、え、アイスクリーム、いや、あの、の方法だと、はい、そうなんです、この人業界では有名な人よ、やばいのよ、めちゃくちゃ美味しそう、え、これもこれも全部、今日はこれとかでも、よっしゃ超嬉しい、飛ばしてゲストに行きます、はい、はい、はい、行きます、飛ばしてゲストに、はい、ですね、ここでいつも今週の、気になる記事っていうのをやってるんですが、もう時間があんまりないですので押してますので軽く喋りますと、なんかエアアジアっていう LCC が飛行機の中でコスプレコンテストをやってるよっていうこと何でもやりますねっていうことですね、すごいですね、はい、あとですね、HIS が調べた今年の年末年始の、旅行の動向でいうと、海外ではやっぱりハワイ、芸能人も行きますもんね、ハワイホノルルが一番ということで、2位が、ソウルで、3位が台北ということです。はい、それで、一応出発日はやっぱり人気の出発日は29日12月、次いで12月30日、そして28日となってますよということと、あと国内は1位が沖縄です、2位が札幌、3位が福岡ということで、やっぱり沖縄ね、今年もいっぱいいっぱいしてます、レンタカーもいっぱいで取れない、今年いつもより厳しいみたいな感じです。なんか1日2日ぐらいが土日かな、なんかになってるのかな、なんか赤なんですよね、だからそれで2日にみんな帰ってきて3日1日休んで4日から出勤という方が多いみたいです、はい、ということですね、もうこれを飛ばしちゃいます。あとはもうそんなもんかな、はい、あと、うん、なんかざっくり、あ、ざっくり、あと、ざっくりいきましょう、うん、一応あと戦後最高の平均気温で、冬物不振の中、さっきも言いました長袖のかりゆしが売れてますよということで、ネクタイなしということでね、はい、はい、なってます。はい、あとはオリオン、オリオンビールが、はい、オリオンビールって知ってます、大好きですよ、あ、そういうのは知ってるの、なんでブルーシール知らないの、ちょっとすごいですね、またブルーシートって言われちゃうよ、やばいですね、はい、ということで、あの そこが今度ですね、発泡酒で、はい、実は本部町にあのアセローラを作ってるアセローラって知ってます、アセローラ、うん、アセローラっていう果物知らない、知ってます、なんか飲み物になる、 あれは日霊のアセローラのやつですよね、内地だと沖縄でも作ってるんですよ、はい、うん、アセローラフレッシュって会社が作ってて、はい、そこ あの果汁を入れた、オリオンの発泡酒が一応先週29日からですね、全国的なイオンで販売されてますよということです。はい、まあいろいろあります。あと最後、レンタカーのカーナビで今名護の観光地を入力すると片道40分の東村というところの役場に誘導されちゃうってことが問題になってます。これね、新しい今ナビって使ったことあります、はい、あれさあ分かんないで結局使って番号がその近く、その番号がないとするじゃないですか、うん、例えば新しくできた店で登録されてないじゃないですか、うん、そうするとその番号に近い役場に誘導されちゃうっていうシステムになってるんです、うん、だからそのガナハ焼肉店の新店に行こうと思ってボタンを押したら乗ってないから、この付近ですって出てきたのが全然違う、車で40分行ったとこ東村役場っていうとこに誘導されて、そういう人が週に3人から4人3組4組いる、そう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 、ツアーがもうぐちゃぐちゃになっちゃう、肉も食えないし余計腹立っちゃいますよね、そうそう、こういうのが続いてますよということです。はい、ということで、まあそんなことで、まあ今日は何の日は今週はなしということで、ではここでまず1曲、はい、エリカさん
聞いてもらって、はいはい、いいですか、説明。11月23日にリリースされました。最近じゃない。はい、エリカのファーストシングル。アルバムは何枚も出してるんですけど、シングルは初めてで、 A タイプ B タイプ両時リリース、1枚500円。これ A と B の違いって何なの？3曲目が違う。あ、これが県民賞だ。A タイプの3曲目が県民、あ、A タイプの、あ、自分でもわけわかんなくなってんだ。はい、で、はい、この B タイプの3曲目が未来ビリーバーって言って、はい、アニメの、はい、曲なんですけども、はい、この今回はそのさよならの告白という、はいはい、代表の、曲聴いていただきたいと思います。はい、じゃあお願いします。はい、これ何？500円あれば買えるの？そうです、1枚500円です、うん、後で買うね、それ説明して。違う、県民賞の方はどっち？あ、嬉しい、はい、やばい、やばい、後ろで大城さん静かにこうやってずっと、あ、ありがとうございます。あの、これ非売品なんで、はい、はい、そうなんです。前、あの、ゆかのさんの時もついてきていただいたんですよね、で一緒に。あ、そっか、ゆかのみちゃんも来た。そう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 、今でも僕読谷の番組とかラストはあのエンディング曲はずっとゆかのさんの曲使ってる。ありがとうございます、嬉しい、うん、そう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 、ね、今日の夜来るんです。みんな集合。私昨日からいるんですけど、うん、今、え、昨日からいるの？そうです、昨日あのテレビの、 あの OTV、 おお、いいじゃない、沖縄テレビ、はい、番組で収録で、うん、かっちょいい、でさ、先月の末もさ、ずっとさ、あ、なんか大丈夫で、大丈夫です。先月末もずっとさ、あれでしょ、イベントずっと入ってたでしょ。そうですね。で、えらいちゃんとスケジュールの更新とか、なんか他の方よりもまめにされてる。あ、本当ですか。それでなんかうちのツアーも下に番号も載せていただいてるとか、あれマネージャーがしっかりしてんの、あれは。社長がしっかりしてんの。社長ですね。今日ちょっと社長が。あ、あれ本人が打つの？あれマネージャーさんとか。ホームページは全部会社ですけど。あ、そうなんだ。はい、だから告知はちゃん。何日に告知してくださいってちゃんと言われるんで。ああ、ちゃんとできてるな、はい、頭のいい子なんですね。いい、もう会社がしっかりしてるんで。ああ、さっき番組でちょっと漢字読めないのは聞いてたんですけど、あれ何の漢字だろう、なんか違ってた。やだ、まあいいけど、いいです、いいです、会社がしっかりしてる、はい、いいね、明るいね、うん、いやいや、もう本当に、うん、もうすごい、あの、沖縄はもう本当スタッフみんなが来たがるから、うん、結構なんかもう全員会社誰もいなくなっちゃうぐらい、はい、まあ一応じゃあその番組内で喋りましょう。でもネタたくさんあるから大丈夫ですね。次イベントコーナー、次イベント軽く、軽く、はい、軽く、本当に軽く、はい、で、多分28分ぐらいからブルーシールさん、多分13分ぐらいは喋ると、15分ぐらい喋る、そろそろ、はいはいはい、はい、今週そんなイベントないのよ。うん、だけどでもビーナスギフトやんないとやばいのよ。頭で紹介していいですか？いや、うん、那覇マラソン入れないとやばいじゃないですか、やっぱ今週は。那覇マラソン最後に紹介します。うん、ブルーシールはなんかやるんですか？水配ったりやんないんですか？吉野家とかみんなやってるみたいです。沖縄ガイドブックやさプレゼンツ、ミヤマーが選んだ今週のイベントコーナー。はい、ということで、イエイ、まあ、番組の中で結構ぐちゃぐちゃですけどもね。はい、行きましょう。はい、はい、ということで、まず、トップバッターにですね、はい、カヌチャリゾートスターダストファンタジアスペシャルイベント、うん、クリスマスライブ、ベンツ、うん、ビーナス、ビーナスギフト、ベニスじゃないよ、はい、ビーナスギフト、こういう形のクリスマスが、はい、明日土曜日18時から21時、はい、ルミナスガーデンにてございます。でこれにエリカさん出られるんですよね。そう、ですね、オープンが16時30分スタートが17時、はい、はい、これね、何がすごいかというと、まずここ沖縄で一番やっぱりまずイルミネーションっていうとカヌチャなんですよ、うん、そうなんです。でまたここの、 あのルミナスガーデンっていうところ、うん、すごい、だからここのステージやったらめちゃくちゃ楽しみですよ。でもさ、周りのさ、イルミネーションに本人が負けないように頑張ってね。じゃ周りすごいから、その中で負けちゃうのよ。豪勢ですよね。静かにしてたらみんな気づかないまま、音どっから出てんのとかみんな探すようになっちゃうから、これやんなきゃいけないってことですね。日帰りバスツアーっていうのも、そうなんですよ。でこれがやばいんですよ。まだ全然集まってなくて、あ、もう、はい、よろしくお願いします。そう。でもね、あれですよ。エリカさんのファンの方、あの告知した瞬間にもう入ってきて、もう今日からもうホテルもちゃんとどこに泊まってるからこうやって、でその後あのどこに行くんですかとか言って、次の日ライカムでありますよって、うん、それにも行かなきゃとか言って、そういう、うん、相談事結構、あ、嬉
乗りました。すごいですよ、エリカさんのファンの方、ね、でこれがね、4500円なんですけども、往復の交通費とあとイルミネーション入るとあそこ普通1000円取られちゃうんです。だそれとあとライブの方も見れてということで大変お得な、ね、ツアーになってますので、はい、このまたこのこのビーナスギフトに関しては後でエリカさん説明してもらって大丈夫なんですか。はい、もちろんです。はい、でこれの詳しいお申し込みが、はい、いや実は私旅行会社もやってまして、はい、はい、これがビッグツアーズということで 098-911-5478 098-911-5478 ということで、まだ席が空いてます、助けてください。もう私始末書問題になっちゃうんでよろしくお願いします。はい、はい、結構ね出るのは県庁前っていうかそこを14時20分ということでハイバル回って沖縄市も回っていきますのでぜひともよろしくお願いします。バスですと楽ですしね。そう、お酒飲めるでしょ、それが一番いいですよ、ね、結構彼女遠いから一人でやっぱり運転するの結構きついですよ。なんかもう絶対おすすめです。はい、じゃあ次行きましょう。やばい、喋、はい、ってるうちにどんどん時が、はい、はい、そして今年もやってきました那覇マラソン第32回大会、12月4日日曜日にて大会コースは平和記念公園コースということでですね、まあ、ございますということで、国道58号線明治橋交差点9時スタートの大野山陸上競技場が最終のゴールということでですね、制限時間は6時間15分ということで、これ最初にさスタートした人と最後の人の時間差が何、1時間近くあるんじゃないの、なんかこういう形であるん で、うん、でだからこのね、あとだから後に出た人はちゃんと走らないとどんどん後ろ切られてっちゃうんですよ、時間過ぎると。で交通規制もあるんですんごい数ですよ。ちなみにエリカさんいつ帰るんですか。5日の朝帰ります。あ、そんな結構ゆっくりしてるのね。それ明後日の夜まで、はい、お仕事なんで。おお、そうかそうか、結構入ってんだ。ああ、そうかそうかそうか、マラソンと被らないのね。じゃあマラソンの日はイオンモールで。そうだよな、大丈夫だよな、はい、そう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 、みんな交通規制で動かなくなっちゃうのよ。みんなだからああつ、お客さんも困っちゃうわけ、レンタカーのお客さんなんかも、空港付近が制限されちゃうから、うん、もう道が分かんなくて大変みたいな感じです。はい、こちらも交通規制とか交通渋滞が、予測されるためいろいろと予定がある方はご注意ください。はい、ということですね、はい、はい、あとちょこちょこ小さいのがあとありま、あ、小さいのって言ったら失礼ですね、みんなそれぞれ頑張ってるのに。大きいイベントが大きいのがありますよね。ありますよね、はい、どこで何があるっていうのだけ言ってください。じゃあもう中身はあとは自分で調べてって、ごめんなさい、今日雑で申し訳ないです。はい、はい、旧一歳合祭、マミーズマーケットインネーブルカデナ、はい、12月3日土曜日にてございます。カデナだ、やばいな、この地域のだからやんないと、はい、はい、あと海浜公園でもフリーマーケットが宜野湾海浜公園中央広場にてございます。こちらも12月3日土曜日、はい、そして小座支店祭りが12月3日 JA 沖縄ね、はい、はい、4日土日にございます。はい、そして世界遺産で早朝ヨガということで、こちらは12月4日日曜日に朝7時半から9時までこれお城の 前で、ね、やるのよ。歌ったことある、ここで、はい、歌いました。ああ結構上まで上がらなきゃなんないのよ、はい、あそこね、はい、あすごいすごいすごい、結構沖縄来てんのね今年ね、はい、2回目ですね、はい、はい、次あと、はい、読谷はランタン祭りみたいのが、ね、フェスティバルがやってますよということで、はい、琉球ランタンフェスティバルが12月3日から2月26日、あこれは長いのね、日曜日夕方、はい、ということでそんなところですかね、はい、はい、じゃあ次は、はい、何をかけますか。今度は黄色いヒヤシンス、じゃあここで、あのね、ゆかのさん一曲入れましょう、お願いします。じゃあこの後小田さん、はい、はい、もう別に喋りまくってあ、いいですよ、別に、あ、いいですよって混ぜて一緒に喋っちゃう、間で喋ってるから十分です、はい、切っちゃってくださいね、大丈夫です。メール読みましょう、メールを読んで頭で、うん、パスタもある。いやこれは多分今日は難しいと思います。あ、大丈夫、あ、大丈夫よ、大丈夫、これをちゃんと伝えたいので、これ2月までやってるので、またあこれ長いのね、はい、茶炭店にもあるの？あります。ああそうなんだ。そういうの食べ行かないとね。この前さ、あのその後さ、南方のさ、下井さんいるじゃないですか。あね。で、あの人もクリスマスケーキを売りに来たけど、似てるこのショコラと。あ、本当ですか。同じようなもの売ってる。お父さん持ってるのでね。ね。したらもう、うん、私たちが先ですって言って。もう次の会社。そう。ね。これは多分最後までいけないでしょう、多分時間的に。ワンフレーズかな、うん、
よかったな、今日エリカさんあれだな、うん、ちゃんと感想を答えてね、食べて。もちろんです、あのブログでも宣伝します。結構不安ついてるのよ。そろそろ、はい、エリカ愛だったっけ、なんかグループ、はいはいはい、わかりました。そう、はい、沖縄ガイドブックやさプレゼンツ、今週のゲストコーナー、はい、はい、今週はゲストはお二方いらっしゃるということですね。パート1は今週のゲスト、アメリカ生まれの沖縄育ち、ブルーシールアイスクリームでおなじみ、フォーモストブルーシール株式会社マーケティング部商品企画推進課です。ごめんなさい、いろんな人来てるから混ざっちゃってる、ごめんなさい。僕が推進課、小戸ありささんです。よろしくお願いします、はい、いいですね、もう最近慣れてますね。慣れてますいいです、はい、さあ今日は12月だからいろいろ告知するものがあると思います。よろしくお願いします。どれからいきますか。まずは、はい、ラムレーズンを。これがすごい、もう見ただけで食べたくなる。やばい、ラム酒、うん、はい、ちょっとアイスの試食も持ってきたので、はい、じゃあエリカさんよかったね。超嬉しいです。今日はブルーシール覚えて帰ってもらって。やばい。あれよ、ブログにさ、ブルーシートって書いてあったら殴っていいからね。ブルーシール。そうそう、はい、ブルーシール。はい、有名よ。食べたい。ラムレーズンあったんですけど、ありました。また復刻の要望もありながら、今回ちょっと新しくリニューアルをかけて。ソースが加わってる。そうなんです。おお。前のラムレーズンはこのアイスのソフト、このミックスの中に混ざり込んでたんですけど、はい、今回はアイスとまた別でソースの添加とラムと。おお、これまた技術が必要なのね、それを入れるのに。じゃあまず、じゃあちょっと食べてみてください。はい、いただきます、はい、食べて、はい、いいですね。でこのアイス、実は9月にオープンしたアイスパークで作ってます。え、子供たちが作ってるの？あ、違うのね。ちょっとミニプラントを。ああ、知ってる知ってる。みんなが見せてると、はいはい、オープンのところね。はい、向こうでちょっと数量限定で作っているものです。うまい？めちゃくちゃ美味しい。え、だってたくさんあちこちでさ、他にもアイスクリーム食べてるんでしょ、東京だから。いや、これはやばいです。ちょっと大人な味。なんか、うん、甘さ控えめ。はい、おお、ちゃんと分かってるじゃないですか。おお。ラム酒を効かしてるやつ でラムレーズンの、ラムフレーバーのアイスにラムレーズンのソースを加えたやつ。このソースがいいんだ ね、 そ、 ね、それがポイントだね、今回はね。そう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 、香りもすごいいい香りします、ラム酒ですね。よかったよかったよかった、美味しい。店舗が限定して販売してます。ブルーシール牧港本店、北谷店、はい、豊崎店の3店舗限定の販売になってますので、はい、ぜひお見逃しなく。はい、じゃあぜひともこれね、3店舗しっかりしてる、はい、しっかりしてる、すごい美味しい。なんかすごい大きいんですよ、レーズンが。おお、ね、よかったですね、はい、はい、食べられてよかったね。はい、やったー、ね、一応ね、食べちゃってください。店舗限定ですから、ぜひそこだけ ね、はい、ね、皆さんご理解ください。はい、続いてまた今日12月のフレーバーですか。12月ね、これはね、はい、はい、でこちらは月間フレーバーで毎月ご紹介してるんですけども、今年はウィンターミントクッキーっていうものになってます。こちらもちょっとお持ちしました、うん、うわ、すごい、はい、美味しそう。白いミルクのアイスと、うん、はい、あとはミントのベースのアイス、大好きミント。でミントの方にはココアビスケットを入れて。 あ、これビスケットなの、チョコミントじゃないんだ。クッキーが入ってるんだ。結構ゴロゴロして凝ってるね。でさらに12月なので、うん、ストロベリーソースも加えちゃって、ピンクと緑がクリスマスらしい色を出してるかと思います。こっちも甘さ控えめだけど、すごいミントが効いてて美味しいです。はい、いいね。ミントの香りすごい。結構ミント苦手な方でも、このミルクベースのアイスも一緒に入ってるので、食べやすく仕上がってる。そうかもしれない。そうですね、うん、どうやって作るんだろう、こういうの。あ、これ下地が作りました。あ、そう、この前お邪魔した、はい、新入社員の、ああ、彼女が、彼女は商品開発、開発家で、はい、初の商品で、いや、とっても美味しいです。色がすっごい、うん、綺麗、
うん、確かにこうクリスマスですね。そうですね、うん、でもストロベリーソース加えてよかったね。なんか、なんかこれが良かった、うん、そう色を添えてる、はい、こちらは店舗の方で販売しています。であのフランチャイズの方でもやってるので本土の方でもそう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 はい。でさらにそれを使ったあのパフェをご用意してます、はい、12月1日から25日の期間限定で、はい、あ、可愛い、可愛いですよね。これやばい、みんなにちゃんとこうやって見せてあげる。やばい、動画の人ね、見てください、すごいです。この今ご紹介したウィンターミントクッキーのパフェと、はい、あとまたウィンターショコラって言ってショコラクッキースワールっていうチョコがお好きな方におすすめの、はい、ベースにしたアイスに、まあ、いろいろそれぞれにブラウニーケーキだったりチーズケーキだったりあと星型のチョコを加えてそれでこのお値段ですか。安いですね、はい、これ内地でも食べられるの。こちらは、はい、あのフランチャイズ、先ほどの店舗も、はい、あれ、内地にもあるのよ、東京にもあるのよ、もう食べちゃった東京にもさ、恵比寿にもあるし、ね、池袋のサンシャインとこにもあるし、はい、あ、サンシャイン ね、よく行くんですよ。そう、ありがとうございます、うん、ぜひね、ちゃんとブルーシールですから覚えてください。よろしくお願いします。すごい、25日までね、25日まで開催しているので、はい、あの詳しくはちょこっと持っていただけで楽しくなるね、これね、はい、いいですね。子供も喜びますね、これは。でもこれ店舗で食べた方がいいな、上から蓋閉めたらちょっと。あ、そうです、そうです、ぜひ、ね、店舗だね、これはね、雰囲気的にはね。港本店は特にあのイルミネーションですごく華やかになっています。そうそう、11月1日点灯式やったって書いてあった、はいはいはい、ね、大型のツリーも飾ってるので。そう、ぜひ。え、ね、サンタのおじさんいるの。います、います。あ、そうそう動くのよあれ。そうそう、あの昔から、うん、じゃあその時水田さんがやればいいよ、お宅の社長 で、ね、代わりに、うん、ちょうど伝えないでいいよ、はい、じゃあ次行きましょう、はい、はい、一番大事なやつ。そうです、はい、今月あのブルーシール12月といえば毎年恒例なんですけれども、うん、アイスクリスマスケーキ、あのケーキの中に12種類の玉が入っている、うん、やばい、すごく。そう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 、あのカットして絶対絶対絶対欲しいどのフレーバーが当たるかわからないっていう、すごく。でこれが全部入ってるんですか。入ってます。ごい、そうなんです、ね、楽しいですよね。はい、アイスケーキをはじめで、これのチョコバージョンでクリスマスチョコアイスケーキ、はい、で、また大人向けでブラウニーショコラのアイスケーキもご用意してます。このね、去年僕はこのショコラの買ったんですけど、はいはい、やっぱり大人っぽい、いいですよ。今年は下の方にあのサクサクのクッキーを、ね、加えてる、やばい、うん、すごいおすすめです。でちょっとまたパーティーとかも今年はあの 日の回りがいいので、23、4、5、金土日になってるので。あ、そうか、パーティーもできる、はい、される方とかはあのぜひ小粒タイプになってるので、いいですね、はい、すす。あ、このだってこういうのさ、パーティーの最初1個でも食べたら気持ちが全然変わる、そう、ね、盛り上がりますねこれ。でもうあとこれ、そうなんです、うん、早い予約でなんとかっていうのはないの。そうなんです、はい、何日まで。店舗の方で、はい、今早割キャンペーンをやっておりまして、はい、早期ご予約いただいた方に、この9月にオープンしたアイスパークの無料招待券をペア50組100名様に当てちゃいます。うわ、ん、すごい、ぶっ飛ばら、はい、すごいね。でさらにあの直営店舗ではあの20日まで、12月20日までですね、うん、10% オフとさらにシングル無料券もついていきますので、ぜひお早めに。アイスが1個ついてたから 20% オフみたいな感じだね、雰囲気的には ね、 ね、いいですね、はい、もうかなりお安く、うん、ぜひブルーシールでということでございます、はい、ね、ちなみにさ、エリカさんさ、ここさすごいんだよ、うん、日本でただ一つだかなんかわからないけど、うん、あれアイスクリームのテーマパークあるんだよ。そう、アイスパークって言って、こういうバー体験ができるんです。え、これってアイスですか。全部アイスです。やりたい。自分で作るの。そうなんです、ね、自分が帰りにでも寄って、ぜひ自分が大好きなやつの味を作る、味をコラボレーションできるんですか。そうそう、アイスをご用意してるので、いろんな形のアイスからまたコーティングタイプを選んで、トッピングを楽しんでいただくものになってます。1000円でできるんだ。そうなんです、すごい、やってますね。そ、それでそれにちなんで、はい、であと、12月 の、 その23、4、5の日の、はい、夜の時間帯、はいですね、18時の時間帯と、あ、そうか、前の時間はみんな予約が入ってるからね、はい、はい、この夜の時間帯の部で、オリジナルアイスケーキのデコレーション体験を。これはすごいよ、自分で作れるって最高だよ。そうなんです、
すごい。これ予約あれじゃない、予約いっぱいになっちゃうね。はい、もう今だいぶ好評で、はい、つい 4,5 日前にもう1枠増やしました。お大好評ですね。大好評でありがとうございます。結構でも23日は満席いただいてて。おそうだよね、24日と25日にちょこちょこっと後残りありますので。クリスマス前にじゃあみんな作って食べるんですね。そうです、そうです、そうか、お持ち帰りいただけて、うん、でバッグも一緒に保冷バッグもついてるので、ね、これ結構センスが出ちゃうね。これはやばいね人によって。あ私は友達同士とかカップルとかでも一緒にいらしてもいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。イベントっていうか中身盛りだくさんですね。盛りだくさんです。はい、また来週も来てください。はい、とりあえず大丈夫ですか、これで。そうですね、はい、わかりました。ということで、はい、パート1ということで、はい、こちら、ブルーシールフォーモスト、フォーモストブルーシール株式会社マーケティング部、企画推進課、はい、で、お堂、課長じゃない、はい、いや、そんな平と申してあげております。課長より、課長より強いんですね。はい、わかりました。ということで一応ここでコーナー1回切らしてください、はい、ありがとうございます。ここで軽くちょこっと間に入れますか、はい、もう時間ないかな。はい、でも曲1曲、はい、はい、ここで1曲入れていいですか。はい、では、エリカさんのナンバーで、あれもう1曲入れるって言ってたの、はい、はいはい、ラブラブステップ秘密の権限賞の、はい、テーマソング。お、これそうそうそう、あれに入ってないのよ iTunes に。あ、LINE ミュージックですね。あ、そっちに入ってんだ、はい、あ、聞いてみたかった。はい、じゃあ最後までじゃないけどちょっとお願いします。30日から入るって。あ、そうか、わかりました。はい、そうか。こうやって東京でも買えるんですか。買えますよ。え、このチースコも入ってます。入ってます、入ってます。絶対行きたい。で、これはもう12月1日からもうスタート。あ、はい、もう買えるんですか。買えます。予約しなくても買える。はい、この店舗でも購入できますし。え、絶対行きたい。サンシャインに入ってるんですね。はい、毛袋とかだと、ご予約になると思うので。あ、ご予約、はい。え、あと池袋ってどこでしたっけ。ゲストコーナーって音楽決まってます。はい、次のエリカさんの羽田くんの帰りたいなと思います。メールが入りますね、すいません。じゃあさっきブルシアム結構流れたからちょっと言わない方がいいかな。はい、わ、はい、かりました。あ、ごめんなさい、羽田か、さっきゲスト行くとこがあるかな。はい、ごめん。そうか、この曲が塩チンスコとかすんごい、どんな味なんだろう。ベリーモモある。帰りブルーシールさん寄ったら、多分ホテルの途中にあるよ、帰る途中に。近いかな。うん、近い。どこにでもあります。ここで喋っちゃダメよみんな、これこのままユーストリームで流れちゃうから、ファンの方が部屋まで押しかけるから。うん、やば。エビスガーデンプレスにもあるんだ。この前エビスガーデンプレスでワンマンライブしたんですよ。すごい。あ、国分寺にもある。結構すごいいっぱいあるんですね。どんな外観だろう。本当、恵比寿はつい最近オープンしました。あ、そうなんですか。あ、わかった。ここね、クレープ屋さんだったんですよ、もともと。あ、そうなんですね。そう。細かい。だってもうさ、先週行ってるから。うん、先週だったんで、ワンマンライブが。今感想なので。はい、じゃあ行きましょう。ジングル行きます。はい。まあ曲もたくさん流れてるから喋る時間は多分10分ちょっとしかないかもしれない。十分大丈夫ですよね。ずっと入ってるからね、話ね、最初から入ってるから大丈夫だよね。全然大丈夫です。もうお客さんみんな人柄も分かってると思うから大丈夫。はい、それではゲストコーナーパート2に行く前にメールが届いておりますので、はいはい、読み上げたいと思います。はい、オムニンさん、女優兼演出家の三浜さん、はい、ブルーシールの音さん、ね、シンガーソングライターのエリカさん、こんにちは。お、こんにちは。東京の沖縄大好き親子です。お、大好き親子さん、はい、ちゃんと聞いてくれてる。東京から聞いてくれてる。お昼休みに会社に内緒で聞いてくれてる人なの。今日は自宅から聞いてますよ。あ、今日そうか、よかったね、よかった、ちゃんと書いてあるね。はい、天気は快晴、はい、実は先々週と病院のベッドの上で聞いていませんでした。はい、9月にマッチナと本店に行きましたけど、アメリカンティックでいい感じですよね。店内いっぱいで、座れず持ち帰りで我慢しました。ブルーシルさんですね。はい、そんなに混んでたのね。今度伺いますね。今日も一日ラジオ頑張ってくださいね、ということです。はい、ありがとうございます。はい、続きまして
して、オムリンさん、ミヤマーさん、ゲストのブルーシールのオドさん、エリカさん、こんにちは。ミヤマーさん、お帰りなさい。ミヤマーさん、寂しかったよ。ありがとうございます。すいません、いつも。大体文章で分かってくるな、これだけだから。はい。オドさん、先日テレビ見ましたよ。オドさん、負けすぎないっぷりでとっても素敵でした。そうなんですね。実はちゃんと勝ってます。エリカさん、明日のライブ行きますよ。ありがとうございます。オムリンさん、お誘いありがとうございます。言ってる、まあいいでしょう。月一のブルーシール、はい、楽しみにしてます。はい、今日のラジオも千葉リオをラジオネーム、テーツ師匠さんでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、てっちゃん。はい、ということで時間がないんで、今日は進めていきましょう。はい、はい、それでは大変お待たせいたしました。沖縄ガイドブック、やさプレゼンツ、今週のゲストコーナー、パート2。国歌のカリスマガールとして、女子中高生から、若年女性、若年だってます。はい、若年女性まで大きな支持を集めています、はい、秘密の県民賞エンディング曲を歌っています、エリカさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここには若年いない。あ、わからない。わからない。いくつまでが若年なんだろう。20代25歳もうちょっとしたかな。若年っていうのはそう。うん、不思議なんだけど、なんで。全部食べちゃいました。あ、もう心の中でアイスクリームばっかりだからさ。いいね。このわかりやすいね。いつ行こうみたいな。そっちが先になっちゃってるんですね。超嬉しいです。ありがとうございます。本当にでもあれです。エリカさん、でも男性のお客さんもたくさんいますよね。そうですね。最近あの、ちょっとあの、あるちょっとテレビ番組に出させていただいて、はい、で、それがあのカバー曲に挑戦する曲だったんですけど、はい、電車のやつじゃなくて何だったっけ、それはですね、関ジャニさんの番組なんですけど、はい、で、その放送後にすごいたくさんの方からもっとカバー曲聴きたいっていうふうにおっしゃっていただいた方が多くて、それが結構あの男性の方とかちょっとあの大人の方が多くて、そこから結構ライブもあの中高生とだからちょっとこう大人の方っていう感じの割合になったりとかして、はい、すごいいろんな方に今聞いていただいたらいい。やばいですね、その層、うん、多分あの人も加わります、あの外にいる人。はい、そうです。、はい、やばいですね。あ、そうですか。そうなんですよ。へ、はい、結構それでこれあのエリカさんってもともと何年前にあの、はい、山梨から出てきたの。高校卒業してからあの上京しまして、はい、で20歳まではあのアルバイトとかしながら、はい、のボイトレとか通ってたりして、ね、最初から売れるわけじゃないもんね。っていうよりもあの両親がすごいあのやっぱ歌をすることに反対 でやっぱり20歳の誕生日じゃないと親の同意がやっぱ必要なので、20歳の誕生日まではずっともうあの自分で活動できなかったの で20歳の誕生日の日にあのポストにもうパンパンにもういろんなあのレコード会社に自分の音源を送って、で一番最初のオーディションが今 の, あのプロデューサーさんが、はい、主催していたあのオーディションで、そのライブあのプロデューサーさんと一緒にお声かけていただいて、もう11年目ですね。おお、すごい、はい、トントンと言ってるね。すごくいいですね。じゃあでもね、デビューするまでそこから5年ぐらいかかってるんで、路上ライブやったりとか。あ、路上ライブもやったんだ。長かったですね、デビューまでが。あ、そういうのも一応が、はい、いやあるのね。そうですね、だからデビューしてからも6年なんですけども、はい、それまでは本当にあの長かったですね。路上ライブ毎日毎日やってたんで、はい、すごいすごい。でちゃんとねファンの層もねしっかり掴んで、ファンクラブ結構いるんじゃないですか。これ見てると、そうですね、あのなんで中高生が多いかっていうと、はい、あの結構あの YouTube に自分の楽曲をたくさん上げてまして、はい、で、はい、でファンの子からいただいたお悩みだったりとか、はい、まあ、すごいお便りとかがたくさん来るので、今までブログのお返事返しで全部こう返してたんですけど、はいはい、自分がシンガーソングライターなのになんでお返事返し文章でしてるんだろうと思って、じゃあもうお返事返し歌で返そうと思って、 YouTube にお返事返し歌で作っといたから聞いといてねって言ったのが、今あの再生回数が1600万再生になってる あのあなたを送る歌っていう曲なんですけど、そこからもずっともう自分であの作詞作曲したりとか、まあプロデューサーさん作曲家なのであの彼に作ってもらって、お返事返しを YouTube にどんどんいっぱいアップしてっていう感じで、はい、少しずつ皆さんに聞いていただいたり知ってもらったりとか。なんかあれですよね、曲がやっぱりその女の子目線で本当の女の子の気持ちっていうのが歌ってる曲、はい、うん、そうですね、やっぱお悩みのほとんどが、はい、今から告白したいんだけど勇気がないっていう女の子の悩みと、あともう半分がもう別れてるのにまだ忘れられないっていう失恋しちゃった女の子の気持ちがすごい、もう本当、ま、もう半分半分ぐらいで、はい、なので告白ソングっていうのも自分の告歌って自分でつけて、あのずっとデビュー当時から告歌を歌い続けてるんですけど、もうその
本当は言いたかった気持ちっていうのを歌にして歌ってます、うんうん、だからあれか、大好きでしたとかさ、ちょっとあるんだね、はい、見てると。そうですね、もうその人に直接伝えたい言葉を、まあ、の歌にしてます。でもそういうのっていうのはさ、そういう表現力は自分で体験しないと出てこないでしょ。そうですね、結構エリカさんされてるんじゃないですか。そういう、実は20から25まで恋愛禁止だったんですよ、はい、あ、はい、厳しい事務所が、事務所、あの、まあ、プロデューサーなんですけど、ね、はいはい、なのであの恋愛経験がそんなないんだけど、でもそのやっぱり気持ちわかる、うん、あのだから中高生のファンが多いのは多分自分の恋愛体験が二十歳で止まってるから、ああそうかそうかそうか、自分の信頼のつもりで書いてるんだけど、はい、でも響くのが中高生っていう感じだと思う、自分的には、はい、じゃあ今後はあれですね、ちょっともうちょっとビターな感じの年齢層が上の人の、ね、からちょっと最近は恋愛ソングだけじゃなくてもっと大きなラブ、はい、家族のラブとか、うん、そういう例えばなんだ友達に対しての感謝の気持ちとか、はい、それも全部告白ソングだなって、そういうなんか大きな愛をテーマに最近ちょっと作ったりしてます。おー、すごい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 、ちゃんと考えてて、だから曲聴いててもさ、一つ一つがさ、なんか最後まで聴けるっていうか、気持ち引き込まれちゃうような感じが、なんか僕も昔の気持ちに戻れるような、なんかすごいピュアな気持ちになる。ありがとうございます。すごいですね。で今何アルバム何枚出してます？すごいですよね。アルバムはねもうすごい出してるんですけど、はい、あのベストみたいなのも出してましたよね。そうですね、はい、ベストっていうよりかは YouTube にも上がってる曲全部入れたっていう感じ。それはなんでかっていうと、はい、今までシングルは、はい、iTunes とかレコチョクとか限定で、はい、配信限定してたんですよ、はい、でやっぱり中高生ってお金ないじゃないですか、はい、だから配信はもうすぐに携帯とかから聴けるようにしてもらいたくて、はい、アルバムは10曲以上入ってるので、はい、こういったあの形になったものがいいかなということで、今までずっとシングルは配信限定してたんですけど。そうかそうか、はい、だからあれだもんね、あれやっぱり中高生が多いから、それこそ LINE ミュージックとか、はい、ね、あと Apple ミュージックにも入ってたよ、たくさん。ありがとうございます、ね、いっぱい調べていただいて。そうそうそう、ストーカーでしょ、嫌でしょ。だからその配信限定のシングルを全部入れたしアルバムになるので、結局それはあのまああのあれですよ、ベストアルバムみたいな感じになっちゃったのね、結局ね、感じなんですかね。ああでもね、そういう気持ちになって、そういうお姉さんがいたら嬉しい。ありがとうございます。、うん、今回初めてなんでシングルでちゃんとこう、はい、形になったのが、はい、はい、でやっぱこれを500円に今回させていただいたんです、はい、1枚で、それもやっぱ中高生お金ないし、はい、できればたくさんいろんなところでいろんな人にやっぱ知ってもらいたいって思いがあって、だからだ、500円ってやはり安いなと思ってた。びっくりしました。まず知ってもらうっていうのが大事だなと思って。これ沖縄では買えるの？買えます。あのもう普通にあのショップに行ったら、ショップに売ってる、どこの CD ショップにもあります、はい、エリカさんで選べばあるので、ね、ぜひあります。なんかその顔がなんか他の CD のイメージと全然違う感じだったから、初めて笑ってないんですよ、はい、はい、だからそう笑顔が全然違うと思って、初めて笑ってないんですよ、はい、中の写真も全部笑ってないんで、ちょっとあの今回は、まあ、あの真の強い女性、決意というか、はい、はい、まあ、出演ソングなので、はい、頑張ってちょっとPV でも演技もしてるので、よかったら今ギャオさん限定で見れるので、はい、無料で見れるのでチェックしてみてください。はい、すごいですね。はい、それで、イベントの告知しないとまずいですね。はい、明日と明後日歌うんですけれども、はい、明日はカヌチャ。はい、カヌチャベイリゾートの中の、はい、あのスターダストファンタジアの中のスペシャルイベントとして、はい、これビジネスガーデンってところですか、ね。はい、そうですそうです、はい。ここはもうすごい本当綺麗。で明日あのクリスマスイベントなので、ちょっと普段歌わないちょっと歌とかも歌おうと思ったり、あとその衣装もすごく気合入っているので、ぜひ皆さん明日聞いていただきたいです。あと明後日はですね、はい、イオンモールマイカムというところで1時30分から、5階のスカイステージというところで、雨が降れば3階のエアーステージというところで歌うので、はい、ぜひこちらも遊びに来てください。よろしくお願いします。意外とね、あの3階も階段みたいなところがあって、はい、なんか座りやすいですよ、です、ね、意外と面白いですよ、あっちも。あ、そうなんですね。5階はね、みんなあそこ人あんま行かないのよ。行かないのよ言っちゃいけないんですけどね、はい、もう1回行ったことないので、カヌちゃんも行ったことないし、はい、こちらもあのライカムも行ったことないので、はい、でも外にいる おじさんはお兄さんは多分来ると思いますよ。あ、もうライカムボーイなんで、あ、そうなんですね、やばいですよ、やばいです。お待ちしてます。はい。はい、やばいな、この2日間ずっと追うのね。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。ということ。はい。それで一応5日に帰るのね。そうです。
ですね、はい、でまた東京帰ってからも本当いろんなリリースイベントがあるので、うん、まあ、YouTube とかで見られてる方もぜひ映画でチェックしてみてください、はいはい、ぜひあの沖縄でもファンクラブなんか沖縄支部みたいなのも作って、沖縄のファンの人もすごい多いですよ、ね、それ固めてどっか沖縄で軽くライブやるときとかまたぜひ一緒にね、はい、私もみたいな感じでよろしくお願いします、うん、一応明日は私も行く予定でございますので、はいはい、これだけ喋った人がどうやってかっこよく出てくるのかなって楽しみに、ちょっと結構ギャップがすごい全然違うってよく言われます、うん、わかる、はい、なんかすごくこれだけイメージが全然違う、本当ですか、うん、そうそうそう、どんなイメージでした、でもみんなにはすごく静かな子で、うん、僕もそう思った、あのゆかのさんがそういう子だったから、ゆかのちゃんはねもう全く同じ、あの写真と顔と性格がも同じ、あそうなのなんかそれいいことなんだか悪いことなんだかよくわかりませんけどね、ふわっとしてるし、はい、おっとりしててはい、めちゃくちゃ可愛いんですよ、もう本当に声も可愛くて、だけど私はですね声と喋あの歌ってる歌と声が全然違うってよく言われる、まあ、それをのいいのよそれで長所長所長所はい、ということでそろそろエンディングでございます、はいはい、今日多分語数一番喋ってんじゃないですか意外と、ね、事務所にねこれとこれとこれとこれは言えっていうことを全部言えたと思います、はい、素晴らしい素晴らしい、はい、ということで締めてください、改めまして今週のゲストはアメリカ生まれの沖縄育ちブルーシールアイスクリームでおなじみフォーモストブルーシール株式会社マーケティング部企画推進課はい、小野アリサさんと、はい、歌のカリスマガールエリカさんでした、ありがとうございました、ブルーシール覚えてくださいねまずこれが一番大事なことよ、逆に覚えました、絶対忘れない、そうよろしくお願いします、よろしくお願いします、そして沖縄観光情報、はい、あそうかオムリーとミヤマーの野生さんテーマ、この番組はチヌマングループ沖縄フードディスカウントサービス株式会社 ABC サービス前田産業ホテルズのご協賛ありがとうございます、フリーペーパー沖縄ガイドブックやさを発行しております株式会社青葉沖縄の提供でお送りいたしました、今週もね忙しい週末かと思いますが皆さんミヤマーさんもね頑張ってくださいね、はい、はい、じゃあ締めてください、はい、それでは皆様充実した1週間を See you next week バイバーイ、バイバイ、はい、そう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 いいですね、はい、OK です、はい、ありがとうございます、めちゃくちゃ美味しかったですめちゃくちゃ美味しかった本当ちょっと感動しちゃいました私、すごいありがとうございます、この特にこれラム